ワントゥーエイサーシーブンサビラはい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 、はい、慣れてない感じね。はいはい、ということでワンツーエイサーシーブンサビラ始まりました。綺麗なお父さんですね。はい、いいですね。ガラス張りっていいですね。はい、ということでワンツーエイサーシーブンサビラのお時間となりました。シーブンとは沖縄の方言でおまけという意味です。前半でも入りきれなかったインフォメーションからパーソナリティのプライベート情報まで何でもあるのもおまけの時間です。引き続きお相手は FM 小座めぐみとエイサー山井平と宮城隆です。はい、はい、どうもよろしくお願いします。さあ、さあこれからか本番とマサさんからもいただいていますけれども、うん、さっきね前半戦でね、マサさんがエイサーやにも遊びに来てくれましたというお話をしていたんですけれども、わざわざ沖縄ね来られるたびに貴重な時間をエイサーやに ねえすごい。なんかでもお孫さんってねさっきねボールペンもらいましたということで、うん、来てたんですけども、私マサさん多分、うん、会ったことはあるんですけど、うん、FM ゴザリンもね遊びに来てくださってこともあるんですけど、うん、お孫さんがいるとは思わなくて、ね、え、あのマサさんかなって今一瞬思ってしまったんですけど。どのマサさんと思ったの？いや、なんか違うマサさんかなと思って。そうそう、え、え、なんもじゃないです。え、まあちょっとびっくりしたということなんですけど、うん、お孫さんも一緒に来たとかではなく、そうそうそう、前回はですね、うん、ご夫婦で来ていただきまして、あ、なるほどなるほど、いろんなの、缶から三振制作体験とか、はいはいはい、と瓶型もかな、はいはい、体験をですね、はい、受けていただいたんですけど、うんうん、で今回はですね、また沖縄に、ね、来る際に、はい、いらっしゃるっていう、ね、ことはあったんですけど、お孫さんも一緒に、いや嬉しいですね、はい、4人だけだったら、お孫さんを連れてのこう4人旅行だったのかな、はい、あ、嬉しいですね。こうやって家族でねいらっしゃって顔を見せてくれるっていうのは、うん、ね、はい、これからも遊びに来てください。お待ちしてます。ね、本当にわざわざ ね、本当だよね、ありがたいよね。そう、もう本当にね、わざわざだよ、うん、ね、沖縄に住んでるんだればね、何かのこうついでにとかね、ね、ね、また回っている間とか ね、 ね、ありがたいんですけど もう沖縄に旅行ったらもうね、お金をかけて、うん、ね、移動するのも、まあ、もちろんエーサーや、エーサーやだけがね目的ではないのはね、そうだと思うけど、ね、だったらなおさらエーサーや社長運びとくかとかね、それはちょっと海行こうよとかね。そうね、う、沖縄に来たんだからっていうね、わざわざ来ていただけるって本当にありがたいです。いや嬉しいですね、はい、はい、ありがとうございます。で、太郎介さんからも来てますね。今日は、はい、木春さん誕生日。そうなんですよ、53歳のね。嘘でしょ、嘘でしょ。52じゃない、あ、52だったか、うんうん、ごめんごめん、木春間違えた。嘘でしょ。え、本当の年齢はいくつなんですか。39とかくらいじゃない。39なんだ、うん、多分。へえ、ま、これも嘘だけど。え、逆に納得したね。普通に見えるよね、でもね。彼もっと若いですよ。もっと若く見えるけどなって思って。23歳、自分より若いです。もう本当のことが一回も出てこないっていうこの二人ですね。はい、はい、ありがとう。謎にしときましょうね。太郎介さんから嘘つけって来てますけども、うん、ヒャルさんはね、もうね、やがて43ですね、うん、え、これは本当？嘘です。ちょっともう本当のネタが分からないから、もうあれいくつかな、32か3です、多分123とか、でもこの辺じゃない、今回で3じゃないかな、うん、多分この辺じゃないかな、うん、あ、そうなんだ、1、2、3、4、うん、え、なんかお子さんがなんか8名ぐらいいます。8名またまたもうこれは分かりやすいね、これは分かりやすいけど、入学か何かやったんでしたっけ、違うか、あ、そう、この前入学式でした、うん、あー、でしたよね、入学式も入園式もあったみたいですよ。いやー、忙しい感じですよね、うん、あ、太郎介さんが33歳って、あ、すごいね、太郎介さん、よく、もう実は俺たちもあんまり分かってないんだよ。見た目がね、あ、見た目はね、見た目年齢でも、見た目年齢適当すぎるでしょ、最初53とか言ってましたからね、今ね。はい、ということでマサさんがね、去年は沖縄に3回と。あ、そうなんですね、
去年、ね、沖縄に3回来たってことですか、1年間で。そういうことでしょう。いやすごいですね、うん、これでも去年那覇に1回ぐらいしか行ってない那覇にね。そうだよね、本当だよ、本当に那覇に1回ぐらいしか行ってないかもしれない。本当にね、年で数えると行かないところの方が多いですもんね。あ、何か、まさに暇なの？違う、そういうことじゃない。あ、それ言わない約束です。あ、そうか。いいですよ。いやもう忙しい中ね、もう沖縄に3回も来て、その中でありがとうございます。またね、このエイサー屋さんにもね、遊びに来てもらえて、はい、いや愛されてますね、エイサー屋さん。あ、そうね、ですかね、ありがとう、ありがたいですね。僕たちはあんまり愛してないんだけどね。ちょっともう、あ、そう、愛してるかい、愛し合ってるかい。懐かしいね、そんなドラマあったね、昔ね、陣内とね、高見とね、愛し合ってるかい、懐かしいね。いやいや、バービーボーイズ、あ、いいね、いいね。わかんないですけどね。いや、いいですね、なんかこういうね、アットホームな感じがまたいいですね、沖縄市っていうところでもね。あ、太郎助さんから、はい、最初高橋さんとキアルさんに会った時、うん、高橋さんの方がキアルより年下だと思ったと。それはもう当然ですよ。も俺もせ、あ、俺もせって。何で俺もせって。まあ、さーよりも強いやろ。はいはいはい。俺もさ、結構上に見られる方なんですよ。はいはいはい、うん、だけどね、やっとね、なんかこの年が追いついてきたな、僕な、うん、あ、そう思う。高橋さんはいくつなんですか？身長175です。あ、またその、あ、うん、そ、前も言ってたね、そのネタ。あ、何がいくつですか？顔のデカさですか？誰も言ってないけど。あ、言ってないか、そうか、ついていけない、これの方が。あ、まず、ね、年齢限りだ。あ、年齢、僕はさ、ね、僕実はキャールより4日前に誕生日なんですよ。4月14日なんですよ、僕。あ、同じ、はい、4月、あ、同い年なんですか？じゃあ違います。え、あ、違う、誕生日が、誕生日がってことね、うん、全然。で、僕は38になりました。38、はい、この前、あ、今年、つい最近、あ、え、ちょっと言いました、今4月14。 14？ はい、あ、先週金曜日、はい、あ、おめでとうございます。38、はい、いいですね。38になってどうですか？38はね、はい、断髪しないといけんかなと思ってる。そうだね、髪長くなってる、ね、あの、そうですね、もうそろそろね、髪長くなってきましたね。散髪になったからね、断髪もしないといけんかねって。 あんまり面白くなかった今。うん、どうしようかなと思って、俺のダジャレね、目が笑ってないや。あ、そうか、うん、申し訳ない、まあ、ラジオだからいいかなと思って。ちょっと間違えちゃったな、僕な。いいと思います。38歳の高橋さんも面白くいきましょう、はい。ということで、いいと思います。はい、マサさんからも来ています。うん、はいはい、9月、なんと前頭の日にホテルと飛行機の予約を昨日入れましたと。あ、もう早速、すげえな。多分沖縄で、あ、全国で一番早いんじゃないですか、マサさんが。早いですね。前頭の予約者の、だって今年前頭は9月の中旬、ね、はい、しかもあれですよ、次のだから月曜日、そうそう、17、はい、3連休なんだよね。3連休に当たってるんだよね。あ、え、9月、うん、何の日になってる、何の日だっけ、うん、何の日かね、山の日、わかんない、あ、わかんないけど、あ、何かが休みになってる、うん、月曜日だね、うん、だからやばいはずよ、もうすごい、帰らんはずよ、誰も。逆に言うとちょっとね、飛行機代はね、ちょっとお高めになるかもしれないね。あ、かもしれないですね。休みは取りやすいかもしれないけど、うん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 、早めにね、あの、入れてもらえたらまだいいかもしれないですね、はい、何ヶ月前割引みたいなね、そうそうそう、ね、やってもらえたらいいかもしれませんが、はい、はい、ということで、あ、太郎助さんも高橋さんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。一つ上って、あ、太郎助さんの一つ上、あ、太郎助さんが37なんだ。あ、そうなんだ。全然なんか同世代と思えない感じですけど、もうわからないよ、30後半だったらね、もういくつかわからないよ、うん、もういくつかわからない。あ、私もそうなるのかな、うん、なるよなるよ。あ、ちょっと怖いな。ちなみに怖くはないよ、別に何も、あ、怖くない、楽しみ、うんうん、かな。成人式終わった？あ、年前に終わりました。そっかそっか、はい、はい、ありがとうございます。はい、松田さん、おはようございます。はい、ということで、はい、もう時間となってしまいましたが、ね、はい、もうよろしいですか、終わっても大丈夫ですよ、うん、はい、ありがとうございます。なんなら終わらんでもいいですけど、太郎助さんも、はい、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。また来週もね、あの、この時間にお会いしたいと思いますよ。はい、はい、散髪だから断髪しないといけんかなと。もういい、もういい、お腹いっぱい。ラジオでやる？あ、もういい、もういい、はい、うん、もういい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それではワンツーエイサー、この時間は、あ、お相手は FM 小座めぐみと、はい、あ、エサイヤの前平と宮城隆でした。それではまた来週です。さようなら、さようなら、おい。